おはようございます。広島に来ました。安芸高田、ここは森山市郡山城ですね。これは、元就公の墓 と、一族の墓です。立派な参道を歩いてここまで5分ぐらいかかります。本丸はこの上なんですけど、まあ今日はちょっと体力がないんで、行きません。ここは山麓なんですけど、本丸の一部で、まあ非常に静かなところです。お寺というか元就公と一族の、墓所ですね。はい。朝からお墓参りということで、はい、その階段があったところがそうなんですけど、いや去年来なかったんで久しぶりですね。はい。まあやはり毛利の始祖、開祖ですね、中国四方に派を唱えた、毛利。本丸って書いてありますね。こっちから行けるんですけど、800メートル、はい、毛利の開祖元就公墓地になりますね。まあかなりここは整備されていて、ゴミなんかが落ちてることはまずないです。はい。こう400年祭の時の記念碑、はい、で一族の墓所、まあ、ちょっと大きいんでね、解説がないと全然わかんないんですけど、はい、今上に上がると沖本、高松丸、高本夫人、先祖の工房、さっきね高本校だけはちょっと別なところにあるんですよね。まあ、さっき行ってきたんですけど、はい、ここは夏でもひんやり静かです。登るときはね、必ずここへ寄るんですけど、はい、すごい深いですね。静かです。はい。でここも名所の一つ、百万一心、三夜の君とともにいろいろこう元就公というのは知力や武力だけでなくて、非常に家とか家族身内ですねのことをすごい、思っていた武将になります。ここから上がっていきます。上にもねちょっとあるんですけど、ここが、まあ、元就公の墓所になります。かなり立派ですね。将軍家のような囲いもあって、家臣一族皆この郡山で亡くなったまた葬られた方が多いですね。はい。森家の家紋ですね。はい。ちょっとここは勝手に立ち入れないんで、お墓だけ、はい。中央のところが元就公の墓になります。はい。非常に静かなところに眠ってらっしゃいます。はい。じゃあお墓なんであまり長居はできませんので以上です。